こんにちは。ディナー&ディムアメリカ暮らしです。本日はサンペドロへという話です。今回はサンペドロについてお伝えをしたいと思います。このチャンネルはロサンゼルス在住リタイア夫婦の日常をお伝えしています。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ただいま車の方はサンペドロワールドクルーズターミナルというところに向かっております。向かっている理由は、長男夫婦がですね、これから、クルーズ船に乗って、メキシコの方に行くと、旅行へ行くということでね、今日はここまで、送りに行ってほしいということなので、今回は、こちらまで、長男夫婦を送りに来ました。いやいや、アメリカの会社ってすごいですよね。長男の奥様の会社ですけれどもね、会社の福利厚生で、こういったクルーズの旅をね、プレゼントしてくれるという。しかもですね、本人だけではなく家族、またはフィアンセでもいい、パートナーでもいいというね、すごいアメリカはやることが違いますね。そういったね、社員旅行が今日あるということなので、たまたまこのロサンゼルスポート、このサンペドロワールドクルーズターミナルは、我が家からは10分程度のところなんですね。ですんでね、送りに来たという、そんなところであります。ただいまね、前方に見えているのは、これはアメリカ海軍のアイオワという戦艦だと思いますね。ここもミュージアムになっていて、入場料がかかるみたいですけれども、この中をね、見ることができるという、そんなね、観光スポットであると思います。さてね、前方の方に大きい船見えてきました。いや、これがね、ロイヤルカリビアンという船で、これは結構でっかい船だと思いますね。もう中はね、ほとんどそれだけで、一つの街があるようなね、そんなクルーズ船です。で、我々はクルーズ乗ったのはその前に1、2回あります。で、ここではないんですけどね、18年前ぐらいですか、19年前ぐらいかな、アラスカへね、家族で全部行ったことがありますね。本当にね、クルーズ船はいいですよね。ただね、今ね、我々は旅行はとにかく自分の車でアメリカを行きたいと思ったところを制覇したいというのがあって、クルーズの旅はね、もっともっと年取ってからにしようかなとは思っていますけれどもね。そんなわけでね、我々もここは一回来たことがあります。で、このね、ドームみたいなところが、受付というところで、ここで、乗っていくということで、長男夫婦をね、ここで降ろしまして、さようならということで、楽しんできてねということで、今ちょうど降ろして車を動かしたところです。さてね、このロイヤルカリビアはどでかいですよね。我々がね、乗ったことのあるのは、クリスタクルーズですけれども、だいたいね、1000人か600人ぐらいしか入れない、そんな小さな船ですね。で、面白いことにね、例えば1000人の乗客に対してね、2000人のお世話をする人がいると、3000人乗ってるみたいなね、このクルーズの旅っていうのは本当にね、もうびっくりするような、スケールですよね。で、たまたま我々乗ったのはオールインクルーシブですのでね、1日9回食事が出ます。ですからね、どれをどう食べに行ってもいいという、
そういうねシステムでした、お酒以外はね何をお願いしてもね、全て、インクルードということでね、オールインクルーシブということで素晴らしい、まあ、サービス、まあ、これもねアメリカならではの、まあ、どちらかといえば贅沢な、まあ、旅行の楽しみ方というふうに思うんですけれどもね、我々もね、いつかは行きたいなとは思ってるんですがね、先ほどもご説明した通り今はアメリカ国内、とにかく行きたいところに行ってみようという、そういうね今時期であります。さてねこのねサンペドロという場所、ここはね我々が住んでる町の隣の隣ぐらいの近さですね。でここへね来たんでね、送りに来た後にねちょっと行きたいお店があったんですね。でそれはねサンペドロフィッシュマーケットというレストランなんですよ。でちょっとねどんなレストランか見たいなと思って今ここへ来ました。というのもねもう昼過ぎて我々もお昼食べていますのでね、まあどんなところなのかな、次回来るべきかなというそんな思いでですね今こちらの方に来たんですね。そしたらね、最初まあ Google とか、マップで調べてきたところへ行ったんですけれども、場所がねいつ変わってたのか分かんないんですが変更になってまして、なんか十数分ぐらいね、ナビを見ながらこの辺うろうろしてしまったというちょっとね困った状況になりました。そしたらねつい最近ですけれどもこのね場所がね移動したってことなんですよ。でありゃりゃと思いながらもこのサンペドロフィッシュマーケット今ね受付のところでねなんか入れないのかなと思って、まあ、一応ねジャストルッキングって言ったらねどうぞどうぞ見てくださいって感じで心よく中に入れてもらいましたのでね、前歩いてる人の後ろをねついてどこがレストランなのかななんて思いながらも後ろをついて行ったんですが、前の人もね途中でんって言って戻ったんですよね。おかしいな、レストランどこにあるんだろう、でも食べてる人はいるしなということで、なんかねレストランがないないと言いながら、前の人はここで引き返してまあとりあえず先まで行ってみよう、ここの先にレストランがあるのかなと思って来たんですけど、なんかちょっと思ってたのと違ってですね、ここは食べるところだけでレストランはね通り過ぎた場所にありました。まあレストランというか厨房ですよね。で先行ってみたらねもうほとんどこれフードトラックで作ってるような感じですよね。でオーダーもね QR コードでオーダーみたいなのでね、ちょっとねイメージしてるもんと違っちゃいましたね。さてねその後にねこの入り口のところはねロサンゼルス海洋博物館という、ところでありましたね、大きなね、船のこれプロペラとか見えますよね、そしてねこの中は、まあ有料ですけれども、まあ海洋博物館なんで、いろんな展示物とかあるんだろうと思うんですけれども、まあ、今日はねちょっとすごく10月にしては暑かったのでねもう、そろそろ帰ろうかということでとりあえず海の方にね行ってみました。どんなところなのかなということで、そうしましたらねバスでスクールバスで何台かここ来てるんで、近くの、高校生だと思うんですけどね、いや中学生かな、その子たちが何か社会科見学でここへ来てたそんな場所だったみたいですね。そしてね先の方に先ほど長男夫婦を降ろした、港のですねターミナルがあるわけですけれどもね、そちらが見えるところにね行ってみました。そしたらねちょうどねこの位置から、ネイビーのアメリカ海軍のアイオワが見えて、その後ろにね
ロイヤルカリビアンが見えるということなんで、まあね、ここでねすぐ出航するんだったら手でも振ろうかと思ったんですが、テキストメッセージで聞いたらね午後4時ということでね、送ることはできませんでした。本日はサンペドロというお話でした。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。